おーい、パパさん。今日はもうカワセミちゃんいないみたいだぜ。ジェイも一生懸命探してるけど、今日はいないな。もうジェイはいつもこんな感じで、パパさんとお散歩来たら、カワセミちゃん探してるんだよね。やっぱりいない。じゃあ今日も張り切ってどうぞ。というわけで、これ見て。こんな感じの、これ、沼ソファーなんだけども。あ、どうも、ジェソクです。これ、今、沼ソファーに、黒、茶色の、フレンチブルドッグ。これもちろん、カブちゃん、イズちゃん、ビアンカちゃんの、これもお三方。おるんだけども、これも沼ソファーってこれ、僕一人用だと思ってたけど、これもみんなで入っちゃっちゃいかんよね。これカブちゃんももう我慢ならんちってもう出てきちゃった。はーい、これ、イズちゃんとピアンカちゃん、もう沼ソファーにもう沈み込んじゃって、もう気持ちいいんだって。もうだけど、寝とるだけじゃいかんよ、あなたたち。あ、これ、もうパパさんがなんかドラマ起こそうと思って、なんかビアンカちゃんにちょっかいかけ出した。あ、でも、ビアンカちゃん、沼ソファーの魅力にもうメロメロですぐ寝ちゃう。もうパパさんが呼んどるよ、ビアンカちゃん。おい、ビアンカちゃん、パパさん呼んでるぜ。あ、もうこう断固たる決意。あら、これでもビアンカちゃん優しいからこれ来てくれた。はい、こうやってビアンカちゃん可愛がっとると、イズちゃん必ず飛び込んでくる。もうビアンカちゃんを可愛がるのは許しませんよって、もうイズちゃんはいつもこうやって飛び込んできちゃう。もうパパさんはイズちゃんにすごく優しいんだよね。ビアンカちゃんは。もう文字通りこれ虐げられてますよ、もう。イズちゃんのこれ。もう、クッションみたいにもう踏まれちゃって。イズちゃん、ビアンカちゃん踏んじゃダメだぜ。あれこれ、3分後。もうしまいにはこれ、カブちゃんまでも来ちゃって、もうビアンカちゃんの上で寝ちゃっとる。カブちゃん。カブちゃん、あなた、足がもう、立っとるような状態だけど、それって リラクゼーションしとるのかしら。もうビアンカちゃん重たいよね。まあ、こんな感じで寒い冬を乗り切るんだって。今日ここまで。